えー、リライズニュースの編集を務めています、川名と申します。えー、本日は、野田正之様にお話をお伺いしたいと思います、えー。貴重なお時間ですね、作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろししくお願いいますはいえー、ではですね、早速う質問の方入っていきたいと思うのですが、野、はいえー、田様が描かれている夢やビジョンをお聞かせください。あえー、と私あの 一般社団法人学習学歴というところの代表理事をやっている美野田と申します。で、あの、オルタナティブスクールの東京サドベリースクールというところで評議員もやっているんですけれども、うん、えー、まあ、仕事はコピーライターって仕事をやってるんですね。で、えー、私がやりたい夢とかビジョンっていうのはですね、あの世の中に不登校っていうものがあるんですね。学校に通えないお子さんがいらっしゃいます。そういうい 不登校という概念をもうなくしていきたいと思っていましてそれどういうことかというとうあの不登校の子をなくすんじゃなくて不登校でも、まあ、大丈夫というか不登校で堂々と不登校していられる社会つまり学校に行きたくなければ行かなくてもいいっていう、うん、そういう社会をあの作っていきたいというのがビジョンですね。そうううするこことによってなんかこういう なんかこう社会になるんじゃないかみたいな,っていうのないそうですね。終わり終りだったするんですか？ありますね。はい、あの、日本って小学校は99%公立小学校なんですよ。もう<れ>わずか1%がその私立小学校なんですね。うん、で、そのまあ、ほとんど100%の小学校が文科省の学習指導要領というものに沿って、うん、もう金太郎は目のような同じ教育を施しているわけです。うん、でも。 あの世の中ってやっぱり人間って多様性があるんで同じことをやってもそ,のそれに従わなきゃいけないっていう状況だと苦しい人が出てくるんですよねどうしてもうん、うん、でそういう方はあのやっぱり音楽会社のやってる教育じゃない別の教育で、えー、学んでいくと逆にそののびのびと個性を発揮できるっていうだからあの社会に出れば適材適所って言葉がよく 言われるじゃないですかその人の性質や能力に合った仕事を選べば能力が伸びる、うん、でも学校は適材適所に全くなってなくてうん、うん、そのいろいろな個性とか多様性があるのに同じことをもうしかも従わなきゃいけないという命令的な中で教えていくのでうん、うん、どうしてもその個性としてそのやり方に合わない子は潰れてっちゃうんですよね。うんうん だから教育にも当然のことに適材適所というものがあってもいいんじゃないかなというふうに、まあ、考えていますすありがとうございますではですね、そういったこう夢やビジョンをこう具現化していくのに、はい、どのような目標や計画っていうのをう、ね、立てておられるでしょうか一つはですね、その適材適所って言ったんですけど、 オルタナティブスクールとかフリースクールっていう,もうも文科省に認可されていない自由な教育をやってる学校がすでに日本にもあります。で、うんえー、そういう学校で、えー、学校に合わない子がすごく伸び伸びと生き生きとしていくっていう現状があるんですよね。うん、ただ多くのの方はそこに対ししててて知識が不足していいて、うん、学校行かないと 人間大人になれないじゃないかっていうような感覚を持たれている保護者が多いので、うん、どうしても無理やり学校合わない学校に通わせようとしてしまう。うん、なのでそういうオルタナティブスクールとかフリースクールとかがあってそこでまあ元気に子どもたちが育ってるよということを多くの人にお知らせするという活動を一つ行っていまして。うんうんうん それがあのお話ワクチンという、まあ、セミナーみたいな活動講演活動みたいなものなんですけどうん、うん、そこであの学校に通わなくても大丈夫ですよということとそれからそういうあの学校外の学びの場があるのであのお子さんが苦しくなっている場合はそういうもっと自由な学校がいっぱいあるのでそういう適材適所でそういう学びの場を選択してもいいですよっていうことをお話しするセミナー活動が一つ。 はい。ああそれともう一つはここの今ここに学習学歴っていうあるんですけど、ああああこれはあの社団法人が一般社団法人学習学歴っていうのを一昨年作りまして、うん、でここは何をやるかっていうと、まあ子どもたちに好きなことをやってもらいたいと思ったんですね。うん、あの学校ではもうもう教科学習がもうすてなんですけど、あ,あ,あの教科学習じゃなくて。 何でもいいから好きなことを一つやってもらいたいと思っていて、子どもたちには例えばパン、うん、パン作りが好きだったらもう毎日パン焼いてて、うん、でもどんどんパン作り上手になってもらいたいと思ってるんですよ。うん、でまあ一つはそういう、うん、システムというか IT デジタル上に子どもたちの作品を発表できるような場をこの学習学歴で提供していきたい。こんなパン焼いたよとか、え今日こんなあの何ですか。 なんかプログラミングで作ったよとかそういう、まあ、作品の成果を発表できる場でもう一つはその子どもたちが興味関心を持った場合その例えばパン作りなパン作りをやっている企業があるんですね世の中に。あのまあ、うん、具体的な名前はあまりここで言わない方がいいと思うんですけどパン屋さんとか<ー>パンのメーカーさんがいっぱいあるじゃないですか。はい、でそういういい会社にもう学校校行ってな、ね、不登校の子たちを 直接職業体験とかインターンとか連れて行って、えー、そこでパン作りでどんな仕事が行われてるのかということを体験してもらったり、うん、あのでまあ企業の方と仲良くなってもらって、うん、でまああのこの子学校行ってないけどこんなパン好きだったらうちでちょっとアルバイトしてみないみたいなそういう流れを作って、うん、そこからあの会社に 入っていくっていう社会に出ていく、うん、その今までにない学歴じゃないもう一つの流れっていうのを作れたらいいなっていうふうに思うんですね。はい。えー、あ、まあありがとうございます。すごい新しいね道が開けそうですね。うんうんす結局あの学歴取らないと今社会に出られないっていうまあ何て言うのかな、うん、常識みたいのがあってうん、うん、固定観念があって。 でそれで親御さんももう学校に行きたくないっていう子ともを無理に学校に行かしてなんとかして学歴取らせて会社に就職って思うんですけどその段階でみんな子供が疲弊して潰れてっちゃうんですよねそうじゃなくて好きなことをやって好きなことで就職できて飯が食えるっていう社会まあそういうルートを切り開いていければ不登校のお子さんの将来にも希望が持てるんじゃないかなと思ってやっています。うんうんうん ありがとうございますでは、そのような目標や計画に対して、現在、どのようなあ活動指針を持って、どのような活動をされておられるでしょそう,うですね、一つはあの、まああの、不登校でも大丈夫だよというセミナー活動をやって、はい、まあ親御さん、主に親御さんに、その無理に学校に通わせず、家で好きなことをや,やらせてくださいというふうにあの啓蒙活動をしています。 もう一つはあの社団法人にあの多くの企業賛同していただける企業を積っていって、うん、そうだよね学歴だけで採用するよりも、うん、パンが好きだったパン好きの子を取った方が、うん、うちの会社にとってもいいよねっていうような、うん、そういうその採用のあり方というものも変えていただきたいなっていうふうに。 思ってていまして、うん、そ企業さんに不登校のことをまず理解していただいて、うん、それであの別に学校に通わなくても、うん、このパンが好きこの会社が好きっていう子を取った方がお宅の企業にとっても非常に役に立つんじゃないかなっていうことをあのそういう活動を一緒にこう企業と取り組んでできればなと思ってやっています。なんかそのののの時にに活動の指針ととししてててここういううういいを大事にしてるっていうものはそういっもはたのが 終わりですかえっと活動の指針というと。はいまあ、活動する中で、まあ、自分はこういう価値観を大事にしてるとか。あそうですね、はい、それはもうあの多様性というものを受け入れる社会にあってほしいということですね。つまり世の中は多様化して多様性が大事だということが分かっているのに。 教育の現場は多様性を許さないっていう現状があって、その中で不登校で苦しむ子たちがいっぱい出てきているわけですよ。うん、なので、まあ、企業さんのはむしろ企業の方がまあ、多様性に理解を示し始めていると思うんですけれども、企業さんの方にもその採用のあり方として、その多様な子どもたち、多様な育ち方をした子どもたちを採用してほしいなと思っているし、その方が、うん、あの。 企業さんにも発展にもつながっていくんじゃないかなというふうに、うん、ま思っています。はい、ありがとうございます。え、ではですね、えー、そもそもそのようなあ夢やビジョンを持ったきっかけはあ、なんでしょう。はい。そしてさらにですね、そこにこうどのような発見や出会いがあ、わりだったんでしょうか。それはあのうちの子供子育てをやっていてまあ、気づいたことなんですけれども、はい、まあ子供がどうも学校に合わなくて 買ったんですね<ー>で不登校にはなってなかったんですけど、うん、学校がどうもなんかあんまり好きじゃないっていうふうにハッピーじゃない感じがあったんでその中でいろいろ調べて、うん、あの学校外にそういうオルタナティブスクールっていう種類の,あの、うん、文科省に認可されていない自主的にやっている学校があるってことを知ったんですね僕は。うん、で 実際にそこを見学し子どもをまあ体験して子どもは入学することになるんですけれども、うん、その中で本当にその,あの、うん、個性を潰さない教育をやっている学校っていうのがいっぱいあってでそういうところにはあの今の学校には合わない子がすごく伸び伸びと生き生きとこうしているということが分かりまして、うん、そこからいろいろこう、まあ、考え始めて、まあ、勉強もして。 あのそれでだんだん分かってきたことがあって、まあ、例えばその学校が海だ,海だとしますね海は海水じゃないですか。<ー>で海水の中で金魚を飼ったとしたらうん、うん、金魚は淡水魚なんで苦しくて死んじゃうんですよね。あうん、でもそこの海水から金魚を取り出してあげて真水の中に入れてあげれば金魚は生き生きとう 動き出すわけですよ。それと同じで、まあ学校に合わないっていうことに対して、そのどうしても学校学校って思わずに外の世界をもっと見て、外にはまあ水のとこ環境もあるんで、そういうところにお子さんを移してあげればいいんじゃないかなっていうことに気がついたわけです。そこであのまあ主に保護者さんにまずはあの学校だけじゃなくてこういう素敵な学校が実は世の中ねいっぱいあるんですよ。 っていうことをお知らせするっていう活動を、うん、まあ始めたいと、まあ、そこであの、そういうビジョンを持ちましたね。はい。うもう、ご自身の、まあ、本当の体験からだったんですね。そうなんです。もう子供を育てて、も、うん、まあ、っ、ま、ぱ、あ、子供にはハッピーな人生を送ってもらいたいと思う。じゃないですか。うん、で、まあ、それがあの、学校に合わないっていうことによって、苦しんでるし,、うん、しまうのはもったいないなって思っていて、あの。 例えば社会に出ればいろんな会社があって、まあ、パワハラやってる会社でそこに一生いたらもう死んじゃうって思ったら当然転職するじゃないですかでも世の中ね,ね自分にぴったりの企業もいっぱいあるわけだしうん、うん、でも学校は転職させてくれなくてパワハラが行われててもそこで耐えろっていう社会になっちゃってるわけですよね。これはあの 教育現場だけなんですよ社会はもう多様性を受け入れる形でできてるのに、うん、なんで学校だけがそんな苦しい思いを子どもたちは背負って我慢しなきゃいけないのかなっていうことにあの気づきましてその時にあのこういう活動をしたいなっていうビジョンに持ちましたあの。知ることによって 問題が解決すするわけですね例えば学校しかないってやっぱ保護者の方は思われちゃってるんですよなので不登校になっちゃうとどうしても学校に戻そう戻そうっていうふうになってしまうんですけどそれはただちょっと知識がないっていうだから知識を与えてあげてこういう教育もありますよこういう教育選択肢も実はあって日本の学校制度でそれが選択できるように実はなってるんですよってことをまあお知らせしていきたいなっていうふうに 思いいまましたねありがとうございますで,ではですね、そういったあ発見や出会いのさらにこう背景に、ね、どういったことがあ割りだったんでしょうかそうですね、背景としては、ですね、はい、そもそも自分自身にそういう要素があって、はいあの、企業とか社会というものが合わない自分だったんですね。うん <laughs> もうあの大学出て就職するときに、はい、あの結局就職できなかったんですよどこも。でその時にあのまあそ組織というものに自分は合わないなって思ったんですねその時に。それであの自分なりの生き方をできないかなと思っていろいろ探してコピーライターっていう職業があってこれはフリーでやっていけそうだっていうことでそのコピーライターっていう 道を選択して、まあ、ずっとそこからフリーで生きてきたんですけど、はい、だからあの自分の原体験の中に、まあ、その組織の命令とかに従うということは、はい、あの苦しいし嫌だっていう思いがあるわけです。はい、で、まあ、日本の会社って多分全てがそうではないですけど、まあはい、ある意味ちょっと人権を認めないようなところがあると思うんですね。で例えば自分でまず職業を選べない。 会社にに入っても自分の好きななな職種につけいいことがあるじゃないですか、うん、それとかまあ経理がやりたいのに営業行けとかって言われたりうん、うん、クリエイティブなことがやりたいのに総務に行けって言われたりうん、うん、それに従わないとダメっていう社会ですよねうん、うん、それから勤務地すら選べないっていうところがもう大企業ではもう東京で働いてても明日福岡に行けって言ったら福岡行かざるを得ないじゃないですか。うん、でこういういのって そもそもあの職業選択とか人間の生き方の自由なはずなのにそれをまあ企業の論理であのなんていうのかなあのそれを許さないっていうこと <laughs> でそれが嫌だったっていうのがも原体験としてやっぱあって子どもには自由な人生をまあ歩んでほしいなっていうふうにも思っていたしこの企業がそういう個々の人権を あの認めないので、学校も個々の人権を認めないっていう風になっていて、この企業と学校の意識がこうセットになってたと思うんですね。うん、で、それが日本の社会のまあ,あの発展を阻害している部分でも高度成長の時はすごい良かったんですよ。もうイケイケで。うん、でも高度成長後にその発展を阻害しているのはやはりその。個々の人権を。 あんまり尊重しない社会っていうかだからここのパ,パフォーマンスとかスキルが最大限に発揮できない社会になっていると思うで、要するに企業がそうなんで学校はそこに合う予備軍として理不尽なことでも我慢しろっていう教育だったんですよ今まで社会に出たら理不尽なことがいっぱいあるので、うん、学校のうちにその理不尽に耐える力をつけるっていうのが今までの教育だったんですけど でももう企業の方から意識が多分変わり始めていて、うん、そんなことやってたら発展できないわけで、うん、その個人がスキルを発揮するためには適材適所であの個人が能力を発揮しやすい環境を作るっていうのが今の企業のまあスタンダードになってきつつあると思うんですよね。なんで企業の方がちょっと変わりつつあるのに学校がその理不尽に耐えろうみたいなことをずっとこう続けているわけでそこにもうすでに社会のギャップができていると思うんですね。うん なのであの、まあ、企業の方もどん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 個性を生かす方向に進んでいってほしいと思うんですけど、うん、それに合わせて学校も一人一人の個性を伸ばす教育というものをやってもらいたいし、まあ、文科省ができないんだったらそれも民間でやるしかないんで、うん、あの民間にどん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 そういう活力教育の活力っていうのをあの求めていこうとそういう活動をあのしています。本当は国ががやってくれるのが一番いいんですけどね うん、国が多様性というものを理解して、教育制度を大改革してあの、個人個人が好きなことをできるような教育っていうのをやっていただければ、本当はそれがいいんですけど、なかなかちょっと、国が動くのは遅いので、もうあの民間個人でも初めていっちゃうっていう、もう大それた計画なんですけど、うん、でももう、動いていくしかないなっていう感じで、うん、はい。 やってい,ますいやすごいもう今のこう大きな時代のねなんかこう転換期にいてここでね本当にこう自ら積極的に動かれているっていうのが本当に、まあ、まあこうやって動いてる方本当増えてきていて <laughs> でそういう方が、まあ、多分その不登校の問題とも取り組んでいて多様性が大切だよとかっていうことが増えているんで <laughs> まあそういう人と 力を合わせてその教育の世界にも多様性というものをあの実現していきたいしその社会に出ていくルートも学歴一本じゃない多様性というものをあの実現していきたいしそうしないとみんな苦しいじゃないですかだからあのそれぞれがそれぞれの個性で輝いていけるような社会にしていきたいと思って、えー、やっています。 ありがとうございました。はい、えー、本日はですね、美、え、濃、ー、田雅之様にお話をお伺いしました。貴重な話ですね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。